古屋市中心部の活性化についてです。リニア中央新幹線の開業に向けて名古屋駅周辺の再開発が進む一方で、古くからの繁華街栄はかつてほどの勢いに欠けるという指摘もあります。こうした中、名古屋市は賑わいを取り戻そうと今週から始まった定例議会に条例案を提出しました。栄はどのように変わるんでしょうか。名古屋の中心に位置する栄、テレビ塔をシンボルに百貨店などの商業エリアが広がり、人々が集まる繁華街としてにぎわってきました。さらにその真ん中にある久屋大通公園の地下には巨大な地下街を整備、地下鉄や私鉄の駅ともつなげ、多くの人が行き交う拠点となりました。しかし人の流れは地下に集中、地上の公園部分を歩く人はまばらです。日が鬱蒼としていて暗いなどと指摘され、イベントのない日はほとんど人通りがありません。あ、そうですね、公園には行かないですね。なかなかイメージ的にはなんかちょっとあんまりこう子供から目を離せないなっていう感じもあって、一方で10年後のリニア開業に向け次々と開発が進む名古屋駅周辺、百貨店やホテルなどが入る JR ゲートタワーが今年4月に開業するなど、連日駅前は多くの人でにぎわっています。5月には名駅地区の百貨店の売り上げが初めて栄地区を上回りました。こうした中、名古屋市は久屋大通公園ににぎわいを創出することで栄の活性化につなげようと、今月の定例議会に条例案を提出しました。条例案では公園の敷地内に建物を建設できる面積を定めた建蔽率の規制を緩和、現在の規制では公園内に新たな建物は建設できませんが、条例案が可決すればおよそ5400平方メートル分の建物が作れるようになります。これによって公園内にカフェやレストランを設置できるようにする計画です。また建物だけではなく企業広告の看板を設置できるようにすることも盛り込まれています。まあね、アクミラ通りってとんでもないものを作ってまたもんだけど、戦後なんかまた作ったものを反対に生かすと、今度はゴーゴーとみんなが楽しめるとかにするには空前のチャンスだね、これ。また名古屋市は将来的に公園の両側にある道路の車線を減らし、公園の敷地を拡大することも検討しています。エレベーターやエスカレーターを新設して地下街と行き来しやすいようにするほか、木の伐採なども行って明るく開けた公園に生まれ変わらせたいとしています。なかなかのこれだけの、まあ、公共空間が、まあ、都心にあるということも、まあ、全国的にも非常に珍しいものであると考えておりますので、まあ、木が結果として育ちすぎてしまったということであるとか、まあ、暗くて薄暗いというのもありますので、まあ、そこはですね、明るい雰囲気にしていきたい、そういったところで地域の皆様方も含めてですね、もっと使っていただけるようなところとしていきたい。こうした市の計画で公園ににぎわいは生まれるのか。専門家は地下と地上の回遊性を確保することが重要だと指摘しています。せっかく広い、豊かな、まあ、緑がある場所でもあるので、こういう場所でもありますよね。それからあと地下街があって、それも随分発達してますけれども、まあ、上と下とがですね、こう十分連絡取れてないし、まあ、できればそういうものをですね、こう回遊できるとか、上と下がつながるような、まあ、そういうような工夫があると、すごくみんな使いやすくなって、楽しくていいんじゃないかと思ってますけれども。スタジオには取材した宮川記者です。宮川さん、名古屋市の計画、今後どういったスケジュールで進んでいくんでしょうか。はい、こちらにまとめました。ご覧ください。はい、まず名古屋市は条例が可決されれば速やかにこのカフェやレストランを管理運営する事業者を公募することにしています。はい、そしてその事業者を今年度中には決めることにしていまして、2020年夏東京オリンピック・パラリンピックが始まるまでにはオープンする予
ると随分街も賑わうでしょうね。そうですね、うん、ただ課題もあるんです。こちらご覧ください。公園の両側の車線を減らすことに渋滞を懸念する声もあるんです。住民や事業者の理解を得られるまでには時間がかかることも予想されています。魅力のない街名古屋というふうに指摘もされていますが、これまでこの名古屋をリードしてきた、繁栄をリードさせてきた堺地区がいかにより魅力的に生まれ変わるか、久屋大通公園の今後が注目されています。ここまで宮川記者とお伝えしました。